ジンジャー買いました。フロックはこちらのジュエリーポーチ。のバッグとかあると思うんですけど、傷がつきにくいし、傷がついてもあんまり目立たないっていうのが特徴です。ただ、これがそうかっていうと、そもそも牛革ではないので、表面がサファイアのレザー調和っていうだけであって、多分ね、すぐにめくれちゃうと思います。ブランドはエテです。中はベロは気持ちいい。じゃあ実際にアクセサリーを入れていきますかね。その前に、私ね、アクセサリーあんまりしないんですよ。理由は、金属アレルギーっていうのもあります。で、よくね、私の写真でアクセサリーをつけている写真が割とウェブに載ってるんですけれども、それはディレクターさんがアクセサリーをつけるように指示があったからです。とね、1、2時間ぐらいつけても大丈夫。それは汗かいちゃうとちょっとね、反応したりするんだけども、だから撮影の時だけアクセサリー、ジュエリーをつけてます。で、さらに言うと、ピアスの穴は開いていません。こういう方針です。体に傷をつけてまで宝石を身にまとうとは思いません、はい。ね、ピアスの穴を開けないと死ぬとか、病気がね、治るためには穴開けなきゃいけないとか、なんかそういうことでもない限り、基本的に体に傷をつけるっていうことはしません、はい。じゃあ、一応そう、撮影の時とかパーティーの時とかに失礼のないように、ちょっとの間だけつけるアクセサリーをいくつか実際にはめていきます。じゃあ、このね、指輪、ふかふかですね。私は華奢なアクセサリーが好きなんですよ。だからすごくね、変形しやすい、そういうリスクもありますので、こういうね、やっぱり棒状なところはありがたいですよね。ピンキーは入らないかもしれないけど、私ピンキーはないから、ピンキーもどきはあるけどね、ピンキー一歩手前がギリ入る。多分ピンキーリングは指の細い人はきついかもしれない。これもピンキーもどきだから入るね。で、細いのが好きなんです。細いのとか華奢な感じの、だから壊れやすいんですよね。力加えると変形しやすい。こんな感じで入れてみました。ではパッチンします。次にこちらがピアスホルダーなんですけども、さっき言ったように私ピアスしないので、イヤーカフなんですよ。こういうイヤーカフ、当然ここにはつけませんね。これね、穴はちゃんと開いてくれてないんですよ。ちょっとカメラに別撮りしておきますかね。ここに穴がね、 1,2,3,4,5,6,7,8 だから4セット
4セットピアスをつけられるらしいです。で、穴がちゃんと抜けてないので、もしピアスホルダーとして使う場合はペン先とかシャープペンの先っぽとかでこう押して穴を開ける必要があるかなと。で、穴をね全部カットできてなくて、なんか U 字型になってたりとかするから、これどうするんだろうね、ピアスの人ね。まあ頑張って穴を開けてください、ピアスの人は。私は穴開けなくても大丈夫です。もともとこれなんか開いてなかったけど、ここに私は例えばこれにしようかな、絡まりやすい、これはネックレス、これもね華奢なのが好きなんですよ。この絡まりやすいのを本来ならばこっちに引っ掛けてこっちにしまうっていう作りなんだけど、あえてここにくるくるこうやっていくの、見えますか？でくるくるやっていって、だってね、これで絡まないっていうのを狙おうかなと思ったんですけど、足りなすぎた。ちょっと途中までだけど、こんな感じでピアスホルダーをネックレスをくるくる巻いて収納っていうのもできます。これなら絡まないですよね。あ、これいいかも。次にこちら、ここに引っ掛けるところがあるんですが、これが多分さっきのネックレスみたいなの引っ掛けたりすると思うんだけど、まあ先にじゃあこっちのチャックの方はほんとにちっちゃいスペースです。指の第二関節ぐらいまでこんな感じで入ります。で、ここに入れるのはエアカフにしようかな。まずね、ちっちゃいエアカフ、こういうのシルバーとゴールド、私シルバーが好きなんですけど、それはテーマに合わせてゴールドつけてくださいって言われた時はゴールドつけます。で、これは耳の縁のとこにパコってはめるやつですね。これをここに入れていいかなと思ってますので、よいしょ、はい、なんか変形しちゃいそうだけど押されてネックレス、イヤーカフはここの縁にちょっと留めるだけだと髪に隠れて見えないとか、もっと大きいのとかゆらゆら揺れるのにしてって言われたらば、こういうイヤーカフ、耳に見えないかな、髪のとこで耳に引っ掛けてゆらゆら揺れる、こういうのはね、それこそここの隙間に入れますかね。ちなみにここは奥までグッと入ります。この中にねこういうイヤーカフを入れるって手もありますが、ちょっとボールが巨大だわ。じゃあこっちにしますか。しまいやすい、こっちの薄くしまいやすそうなイヤーカフ、これだったら入るでしょ。で、こんな感じで入れられます。で、ここにパチンって、ここにネックレスを絡まないように
かけたりすると思うんですけど、私は使い道あるかな。これをここにまあそれでもいいけど、こんな感じですかね。あとここに何か入れてもいいと思う。ちなみに私はそんなにアクセサリーをジャラジャラつけたくないので、このぐらいで持っていくとして、アクセサリーを拭く布、こういうのをね真ん中に入れて締めるとかね、入れてパチン。結構ね横幅あるんですけど、何センチか測ってみる。メジャーで幅はだいたい 3.2 か 3.3 かな。厚みはね 3.2 か 3.3 センチで、このサイズは 13.3 かな、 13.3 ぐらい、ちょっと斜めったか、13ぐらいかな、13.3 多めに取るとね。で、この方向は9センチぐらい、9センチぐらいです。ちょっとね、かさばるけど、大切なジュエリーを入れるのにはいいかなと思います。どういう時に使うかっていうと、やっぱりこう撮影で現地でつける、つけてから行くんじゃなくて撮影現場でつけるので、撮影現場に持っていくようにこれに入れるとか、あとはパーティーの時は例えば自宅からすぐに行ける距離だったらばもうつけてタクシー乗って行ったりするけれども、海外に行ってそこでパーティーに出席してそこでつけますという場合は、やっぱりこういうのに入れて、スーツケースに入れて、まあでもスーツケースね、ロストバゲージする危険性もあるからね。まあ現地でそしたら買えばいいんだけど、アクセサリーとかね。そう、スーツケースとかに入れて、現地に運んで、現地でパーティー前につけるとか、ディナー前につけるとか、っていう感じで使えるかな。デザインはそんなに、私シルバーはゴールドかシルバーって言ったらシルバー、そのブルーベースなんでシルバー派なんだけども、レッドはねどうもこれがベルベットとか良かったけど、ブラックだったらさらに良かったかななんて思います。アクセントでレッドでもいいかもしれないけど、はい、こんな感じですかね。で、本紙見るとこんな感じで載ってます。こういう風に使ってねみたいな感じ、ちょっとテカって見にくいけど、イヤーカフもこのピアスのとこにつけられますよってあるけど、それは細いイヤーカフの場合で、縦10センチ横13センチ、まあそのぐらいでしたね。使える使える、まあ予想通りっていう感じですね。レンジャーいくら、780円だ、安い。780円でこのポーチっていうのはいいかもしれないですね。中身、本紙の中身は、おぉ、ファッション、バッグ、あとは食器、小物、時計、傘、カフェ、情報、バブル物語。ジンちゃんって何歳ぐらいがターゲットなんだろう。あとはパールとかお財布とか結構まんべんなく載ってますね。ジンジャーウェブがパワーアップしましたとか、あとはメイクアップアイテムのこれはいいぞみたいなのが出てて、ああはいはい知ってる知ってるっていうのが結構ありますけど、やっぱいいものは何度も紹介されますね。座談会とか、あとなんか占いもやってますね。
バラエティに富んでますね、情報が。投資、年収、お金に関することとか、まあこのスリムな感じなんで結構幅広く紹介してますね。贅沢は素敵だ贅沢は素敵だ、そう思います。では